はい、皆さんおはようございます。兵庫県三木市、三木防災球場でございます。なんだ？兵心橋。グラウンドゴルフ。兵心橋って兵庫県身体障害者協会かな。ゴルフがあるんですね。ブルボン。ブルボン。ビーンド、え？ん？ビーンズドーム。ドーム？ドームがあんの？よくわかんないですね。おはようございます。ビーンズドーム。ビーンズドーム球技場？球技場？まあ野球だから球技場に間違いではないけど、今まで100カ所以上野球見ても野球場回ってますけど、球技場っていう言い回しするの初めて聞きますね。球技場って言うとなんかサッカー場のイメージが。もしくはパチンコ屋？あれは遊技場か。地元の人が、歩いてますね。棒を持って歩いてるからなんかやばい人なのかと思った。ね、朝のラジオは浜村淳じゃないんですね。人によっては ABC ラジオの人もいるでしょうし、私も9時台になったら浜村淳じゃなくて坪井のりおに変えますんで。ちょっとあっちに。兵庫はあれでしょ、一緒一緒、 ABC か MBS か、普通は OBC もかもしれないし、さあサンテレビね、やっぱさ、はい、サンテレビね、おっさんテレビとか言ってますけどね。昔サンテレビの野球中継、テレビ神奈川でもやってて、まあ大体太陽戦ですけどね。ここは三木防災球場。三木3、漢数字の3に木曜日の木で。で、防災は、あれです、防災です。ファイヤーの防災ですね。で、球場というところでございます。まあ、防災公園。まあ、ここは阪神大震災が起こった兵庫県のお膝元になるので、まあ、そういう防災意識が強いエリアなんでしょう。のどかです。今日は令和5年、11月の8日、全国的に月火水曜日ですね。お、野球場、野球場前って書いてる。防災から皆さん、あなたの命と財産を守ります。大切にします。2004年。同じ看板を昨日、兵庫区で見ましたけど、あれは99年だったな。震災って震災っていつでしたっけ？もうすでに僕社会人だった気がするな。あれ昭和63年？いや、平成？少なくともあれですよね。東日本大震災の後ですよね。あ、先だ。先ですね。確か、昭和63年に阪神タイガースが60周年で最下位になった時に震災だった気がするな。で、オリックスが優勝したっていう。まあ、今ですね、
そうそう、頑張ろう神戸ですよね。そういうことは、一郎ってそんな年なんだね。そっか、知らんやつは一郎が、プロ入りした頃に生まれてたりするとかあるのかな。はい、兵庫県三木市にございます。なんだっけ、三木防災球場でございます。先ほどスタンドを開けていただいたので、スタンドに入ってみようということで、はい、では解除。あれ、あ、ここか、はい、あ、奥なのね、はい。はい、おお、これは素晴らしい。あ、一応椅子も、椅子とは言わないけどね。あ、椅子あるんだ。あ、椅子ある。おお、両翼 97.5m、センター 122m。 素晴らしい球場です。なお本日に関して申し上げると、 JR 北海道が一塁側、三塁側がサイブガスになっています。オープン戦です。いわゆるお客はいません。バス来た。はい、じゃあ行きますか。じゃあ、三木防災球場、まあ、こんなもんです。まあ、地域の草野球って言ったらちょっと失礼ですけど、まあ、球場ですね。おそらく、まあ、幕を閉めちゃう、幕閉め、あれ、ちょっと待って、バスごとこっち来るよ、これ。はい。では、バスが到着いたしましたので、またお楽しみは後ほど。はい、改めまして三木防災球場野球場からお伝えしています。JR 北海道対サイブガスの、試合になります。どっちが先行か後攻かは分かりませんが、少なくとも一塁側が JR 北海道になります。確かボール、 JR 北海道のボールだったから多分ホーム扱いですね。はい、両翼97.5m、センターが122m となっています。素晴らしい自然がいっぱいの野球場です。三木防災球場はですね、まあ防災っていうぐらいだから、おそらくここは避難所なんでしょうね、本当の役割は。で、簡易的なスタンドがダックアウトよりもポール際に、ポール寄りにございまして、こんな感じでスタンドも一応あります。ネット裏にはちゃんとしたベンチもあるのですが、できればベースより、ベースサイドから見たい人はここから見るといいと思います。はい、こちらが、三塁、一塁ライトポール方向を見ています。で、こちらがネット裏方向でございます。ダックアウトの上は屋根があるんですが、屋根の上には東京ドームや、東急元住吉、もしくは江田駅でおなじみのテフロン加工の屋根がついています。東京ドームみたいな屋根になってますね。
最近この手のテフロン加工の屋根増えてきているようですね。多分東急でいうと江田とか、どこだっけ、江田や元住吉以外にもあるんでしょうかね。探してみればいいんでしょうけど。時刻は10時20分。グラウンドの様子をお伝えしています。最寄り駅は神戸電鉄の、緑ヶ丘駅というところから、私はタクシーで来ました。バスもあるらしいんですが、バスはこの敷地のからだいぶ、あ、でもは、いわゆるバス停からここまでかなり遠いんで、ただバス停からここまでは下り坂なんですよ。で、ここからバス停に向かうときは緩やかな上り坂になっているので、まあ、バスがあるんならバスで来た方がいいのかもしれないですよね。下りだったら大したことはない。逆に帰りこそタクシー使いたいですね。で、緑ヶ丘から、私が乗ってきた高速神戸駅までが710円。結構いい値段です。さすが山岳鉄道、神戸電鉄ですね。神戸電鉄は、鉄道会社の分類でいうと中小私鉄にカテゴライズされるようで、ね、ぜひ山岳地帯の神戸電鉄、ぜひ皆さん乗ってみてください。あれはすごい、地下から一気に地上に上がるんで、地上どころか山の上にぐわーっと上り勾配がすごいです。箱根登山鉄道もびっくりですよね。確かのブレーキシステムが独特で、普通鉄道ではないようなシステムを使っているというふうな話を聞いています。ここは三木市というところになるんですが、全然勘違いしてましたが、2008年に営業を廃止した三木鉄道とは全然違うところです。あれは西脇市になるんで全然違いますね。ただ神戸電鉄の沿線ではあるんですが、神戸電鉄の駅からも元々の三木鉄道の三木駅は遠いところにあります。ではいろいろお伝えしたいことはありますが、オープン戦につき、適度に中継を終了とします。ご視聴いただきましてありがとうございました。また適当に中継を予定しています。多分次の観戦は京セラドーム大阪になるかな。はい、ありがとうございました。はい、両翼 97.5m、兵庫県三木防災球場でございます。三木防災公園野球場でございます。ここはですね、兵庫県サッカー協会が指定管理をしているようでございます。サッカー協会が管理する野球場というですね、なかなか、まあまあ探しはあるんでしょうね。確かフロンターレが管理している、サッカー場じゃない競技場もあるぐらいだから、ないことはないでしょうね。おお、のどかでいい球場です。今日は平日水曜日、社会人野球日本選手権まで、JR 北海道的にはもう1週間を切っております。切ってるよね。
坂井や。おお。はい、ではですね、こんな感じでグラウンドの様子を見ております。外野のバックスクリーンの後方にはランニングスコアと、ボールカウントジャッジ、時計が配置されています。選手名は出ないですね。はい、ではファウルグラウンドね、言うほど広くないんで、めちゃめちゃ選手迫力あるんですよね、この球場。楽しい球場です。ではお伝えいたしました、ありがとうございます。8回の裏、先頭兵頭1球目投げた、アウト、高めボール、ワンボールノーストライク。2球目を投げた、真ん中ストライク、ツーボールワンボールワンストライク。この球場的に言うとワンストライクワンボール。3球目投げた、インアウトコース高めストライク。ツーストライクツーストライクワンボール投げてツーツー。だってボールカウントがボールカウントがストライクボールアウトなんだもん。打ちました、打ち上げた、詰まったような当たりはセカンドショートフライアウト。ちょっと差し込まれ気味の、打席は24番ね、立つのが守備からだったのかと、この代打なのかがわからないけど。スコアラー中瀬の画数の多い立つの。打ち上げた。じゃあ空振り、ファールですか。カウント2ストライク1ボールは変わらず。おお、見逃した、ボール2-2。当てた、ファール、一塁方向ファール、カウント2エンド2変わらず。なんかいろんなところからいろんな声が、上からとか横からとか、2-2。あ、低め空振り三振、2アウト。辰野くん残念、2アウト。え、なんか面白い人がバッグルペンに。老人ホーム、バッターボックス2番レフト大月、背番号、え、じゃないな、神山、富山に変わってる。
当てたショート一塁送球アウト。なんと三者凡退、兵頭、辰野、富山で3人でアウト。残がかり。